はい、ガッチャンです。今日はちょっとね、いつものと違うところで撮影してます。なぜか、そうだ、今日は16日目。はい、16日目のガッチャンです。今日はですね、この後、ぴょんぴょんダイエットをした、エクササイズをした後に、ですね、なんと、特別な私用のブートキャンプを組んでもらってます。で、そこで、がっつり燃焼して退場としたいと思うんですが、その様子は、契約上の問題でお見せすることはできません。ごめんなさい。まあ、いずれ皆さんにご紹介することもあると思うんですが、今のところは、頑張ってっていう声援だけで、よろしくお願いします。まあ、そんなわけで、今日も、3分間のぴょんぴょんダイエット、ぴょんぴょんエクササイズをしていきますが、もうすでに、もうお昼過ぎですからね、朝から XM3 は飲んでます。スーパーミックスもガボガボ飲んでおります。そんなわけで、やっていきたいと思うんですが、今日実は朝から悲しいお話がありました。まあ、写真をちらっと、後で編集してこの中に入れようと思うんですが、これみたいな感じでね、ここで、今こっから映りますよ、みたいな感じでね。ちょっとお話だけすると、その、ブートキャンプの先生と、大好きなパンを立つということを約束しました。まあそんなわけで、今日は朝から、大好きなコシアンのパンを見ながら、パンを我慢してコーヒーだけで朝を過ごしてます。まあそんなわけで、過ごしてます。まあ、そんなわけで、地道に頑張ってる私を、皆さん、いいねで応援してください。いっぱいこといいね教えていただくと、それがやっぱり私の励みになります。はい、そんなわけで今日もぴょんぴょんエクササイズをやっていきますが、今日も3分です。3分動画。またね、3分動画出すの忘れたな。ピッ。ピッと。あれ、動かない。あ、動いた。はい。じゃあ、3分やっていきます。ピッ、ギョッ。よし。もうね、昨日からブートキャンプやってるんで、なんかね、もうちょっと、足元がフラフラですが、はい。実はね、昨日も、スクワットをしてから、スクワットをね、15回、3セットやってから、このぴょんぴょんエクササイズやってるんですが、今日、実は、ジャンプし始めてからやってないことを思い出しました。あっちゃねえ。まあ、いいか。今日ね、4時半からここで、ベッドキャンプのエクササイズしますので、まあ、その時やりますからね。今はぴょんぴょんエクササイズだけやります。で、今日もですね、これ YouTube と Facebook 用に撮ってるんですが、この後、IGTV 用にね、縦型の撮影もしますので、まあ、合計で、6分かな。はい。6分のジャンピングエクササイズをやってます。でね、XM3、だいたい飲み始めて1ヶ月ぐらい経ちましたかね。はい、26日目。と、ぴょんぴょんエクササイズも始めて、何日そう、5日目ぐらいじゃないかな。はい。だんだん息切れはするんですけども、体は楽になってきた気がします。はい。今週ね、体重測ってきますので、皆さん、先週ね、115キロありましたからね、何キロになるか、楽しみにしててください。そう。ね、今日はね、もうふくらはぎが痛いな。はい。あと1分ですね。そう。で、このタイムはいいな。言ってくれるもんね。はい。で、この、ダイエットサプリ、XM3 と、必須栄養素のスーパーミックス。はい。はい。そう。皆さん、試してみたいって方に、無料で4日間分、送らせていただいてます。で、モニターなので、LINE で飲んでみた感想なんかを報告していただいてます。ぜひね、皆さん、お試ししてみたいっていう方、
ぜひご連絡ください。コメントでもいいですし、メールでもいいですし、なんだ、メッセージでもいいので、お待ちします。よし、終わりー。あっつ。よし、はい、終了。じゃあ皆さん、残りあと半日ぐらいありますからね、皆さんも元気で楽しんで一日過ごしてください。ガッチャンでした。